はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、骨折した手首を動かしやすくする方法ですね、お届けしたいと思います。はい、まあ、これはですね、僕のところに来られている方のお話なんですけども、骨折した後にですね、右手の手首が骨折した後にですね、動きが悪くなったらしいんですね。もう左と顔を比べてもですね、明らかにこっちのこの動きが悪くなってるっていうですね、症状で僕のところに来ていただきました。で、施術をしたらですね、もうかなり動きが良くなったんですけど、まだちょっとこの腕のね、筋肉の詰まりがあるんですけども、それを改善していけば本当に、同じように動くんですけども、それをですね、お家でもできるセルフケアをですね、お届けできたらと思っております。で、結構ね、僕も骨折の経験あるんですけど、動きにくくなるっていうのはですね、よくある話なんですよ。例えばこう手首を折った場合ですね、ギブスをつけたりとかすることによってずっと動かさないんですよね。動かさなかったらですね、筋肉っていうのはこう手首とかをこう脳が、これを手首って動くものですよっていうですね、運動状態というかね、その神経の伝達が、ね、しなくなると、忘れていくらしいんですね。で、僕もですね、膝の手術した時に3週間ギブスしてました。3週間ギブスしてる時に、次ギブス外した後、足を曲げようと思ったらですね、曲がらなかったんですね。あれ、曲がらないみたいな感じ で、それがですね、リハビリによって、この皮膚からこう触っている感覚から、こう訓練していくんですけども、それをですね、僕も同じように、その骨折で、手首が動かなかった人に、やった方法なんですね。で、これをですね、ちょっとお家でもできるっていうことでお届けしたいと思うんですけども、家のね、周りの方でね、家族の方で骨折したと動きが悪いとかですね、そういう方にもですね、ぜひ一度ですね、この動画をですね、紹介していただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。で、僕はね、手首の折った時、折った方のね、お話なんですが、こういう動きが特にできなかったんで、こっちはともかくこっちですね、なおさらこっちもそうなんですけど、こっちが動きにくかったんですよ。で、これぐらいですね、こっちはクッていくんですけど、これぐらいの感じです。はい、こんな感じだったんですね。で、この時にどこが痛いかというと、このここがピーッと張るっておっしゃったんですよ。ピーって張ってこう痛いから動かないって言われてたんですね。で、僕はですね、自分の施術もそうなんですけど、この筋肉を緩めていくっていうことと、この周りの皮膚もですね、柔らかくしていかないと突っ張った状態なんですよね。ずっと動かさなかったらですね、やっぱ筋肉も衰えていくし、この神経伝達も衰えていくんで、動きにくくなるわけなんですね。で、今回も、この炭酸生態スプレー、今回赤を使います。はい、で、これはですね、白と違ってですね、本当に炭酸だけ、炭酸オンリーのものになっておりますので、これはですね、痛みであったりとか怪我の予防にも使えます。で、白い方は、美容成分が入っているので、お顔プラス体にもかけるようなものなので、ぜひですね、使い分けていただけたらいいかなと思いますので、また概要欄に貼っておきます。で、ここですね、痛い、ピーンとしているんだというところにですね、炭酸をシュッとかけます。一吹きね、こう一往復シューッとかけてですね、これもなじませる感じで、この時もですね、お家でする場合はこうキッチンペーパーをかけても結構ですし、このままちょっとこうカバーこうパタパタパタとかね、なじませるのもよしです。で、ここでですね、腕をグーッとこの左手でこうギュッとこう押さえ込むような感じ、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4ですね。で、こんな感じですね、こう4分割したところをですね、5回か10回やってください。そうするとですね、この動きが良くなってきます。あれ、柔らかくなってきたって言われるんですよね。で、柔らかくなってきたら次ね、違うところに痛みが出てくると思います。例えばこの肘の先端であったりとか、次こっちが痛くなってくることもあるんですね。そういう時はですね、この痛みを出てるところにシュッとかけて、シュッとかけて、あ、顔にかかりました香りが分かりましたけど大丈夫です。で、ここにね、肘にかけたら肘トントントンとすることによって、また肘馴染んできて動きやすくなってくる。この時は肘の場合はですね、こう手をで包み込むようにこう揉むような感じですね、もみ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 みたいな感じでやっていただくとですね、この肘の動き、関節の動きも良くなります。で、この時もここかけた時もこっちも1、2、3、4、1、2、3、4っていうのですね、5回から10回することによって、この腕のこの動きですね、改善していくと思いますんで、ぜひ一度試してみてほしいと思います。はい、で、これはですね、やはり、毎日、朝昼晩であったりとか朝晩とかですね、できるだけ痛みが、動きにくい場合はですね、頻繁にやってください。朝昼晩とかですね、1日3回から4回4回から5回やっていただくとですね、どんどんどん治りが、状態が加速していきますんで、速度、治る速度が速くなってきます。で、これ薬じゃないんで、
一応美容液っていう名目になってるんで、副作用とか一切ございませんので安心して使えますので、ぜひですねやってほしいと思います。はい、で痛みがね取れてきたり動きが良くなってきたらですね、ほとんどもう使わなくなって、あとは肩こりとかですね、他の痛みのところに使っていただくといいと思いますので、ぜひですねこれを一度試してみてください。はい、まあ、この動画が良かったなと思ったらですね、いいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またですね、チャンネル登録とかですね、よろしくお願いします。またですね、チャンネル登録の方もですね、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。